はいどうもポルックです。それでは、スーパーモンキーボールウキウキパーティー大集合を続きやっていきたいと思います。ウィロー溶岩ですね。今日はというか今回はですね、さあ溶岩ですが、落ちたら溶けてドロ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 昼ドラって感じになっちゃいますが大丈夫でしょうか。おっといきなり長い縦に長いうにょうにょしたかっこいい感じのコースです。はい行きましょう。落ちないように気をつけてビューン。あでキャラクターはねちょっと全部使った感じ、うわ跳ねちゃって全部使った感じですね。あのこのヤンヤンが使いやすいなと僕は思ったの。何これちょは危ない落ちる危ない。ヤンヤンが使いやすいと思ったのでヤンヤンでいきます。でまあ多分コースによって合うキャラと合わないキャラがいると思うからちょっと落ちそうで怖い。そこは適当にね使い分けしながら進んでいきたいと思います。こんな跳ねちゃっていいのか。え、どこにゴールあるの。あそこ、あえ、なにこれ。調子に乗ってビュンビュンやったらいけないってことかな。てかなんか空中に浮いてるブロックとかもあるし、なんかなんなんここのステージは。うわ、慎重に行こう。勢い任せみたいなコースに見せかけて慎重に行かないと死んじゃうコースや。はい、こんな感じで行こう。ポーン、危ない、ポーン。あ、でもここはさすがにね、これ使わないと登れなかったりするから、あんまり調子乗らない。あたたた、危ない、調子乗らない。なんかここに乗っかるとバナナが取れるんですね。あ、いいですね。これ取っていこう。はい、2アップしました今まで。あ、落ちて意味ね。まあでも1アップしてるから怖いよ、ここのステージマジで。骸骨とかいるしね、溶岩に溶けて死んだ人の骸骨かな。怖いことを言っていく。ちょっと待って、危ないんですよ本当に。ちょっと待って、ああ、いや、そういうのよくないよ。ちょっと一回戻って。え、どうしよう。落ちるのがめっちゃ怖いんやけど、跳ねてまうから。え、この跳ねを制御できない。ここの跳ねを制御でき、ああ。で、ここはこういうところでポンポン跳ねるの、落ちないのが大事。お、制御できた、オッケー。だんだん制御できるようになってきましたね。うまくなっている。ああ、褒めるとダメになるタイプか。褒めて伸ばす教育は僕には通じない。褒めるとダメになるタイプ。はい、いい感じですね。こういう感じでいこう。思いっきり後ろに倒して、はい、あ、いいよ、入った。乗って、 OK。 ここにパイプ入っちゃって、え、どこ行くの。はぁ、入ってない。あー、なんやこれは。いいのかこんなことがあって。はぁ、もう嫌やん、ここもう。むちゃ、うわ、何このサッカーのさ、高いボールを足でパタンと止められみたいな。面白いですね。あ、ここジャンプすればいくね。ジャンプすれば勢い緩まる。あ、これいいやん。ピューンっていって、適当にジャンプ。あ、適当なタイミング過ぎた、バカ。あ、ジャンプが遅かった。でもまあこれはなんとかなるはず。何個キュンしたらいけるかが、頂上らへんでジャンプしたいよねこれね。難しいな、数を覚えとかなあかんね。はい、あーもうね、数を覚えれるかな、見渡すで見れるかな、数見える。ちょ、難しい操作が。1234567 です。いきましょう。376いくよ。123、あっちょ、ただ危ない、ない。いや、ジャンプ戦法はちゃうなこれ、難しいな。ビューン、なんとかセーブ。適当にやってる方がうまくいく説、ここ、あ、黄色のあれに入りたい、黄色のあれに入れて、あー出て、あー、な
こっちの方がうまいこといくんらしいんだ。はい、アイアイにしました。これはいけるんじゃない？アイアイぐらいがいいと思う、多分。はいはい。うわっ、うわっ、全然違う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 操作感が、操作感の違いがやばい。アイアイで後ろ倒し身長プレイすればいけるんじゃない？身長身長、はい、後ろに倒す。あ、ほらほらほら、いい感じいい感じ、めっちゃ慎重にいける、アイアイなら。あー、ちょっと届かないですね、逆に。ちょっと待ってよ、一回降りよう。あ、アイアイ使いやす、アイアイ使いやす、めっちゃいいやん、アイアイ。これ調整して調整して、あ、いいね、絶対いけるわこれやったら。これならいける。ほいほい、持ってけ。よいしょ、いいよいいよ、ほらほらほら、使うお猿選びが大事、使うお猿選びが大事。これちゃんと勢いよくいかないと。 OK、 アイアイならほら2発目でクリアできるという。ヤンヤン使うのが間違いだった。さあ、ではヤンヤンに戻しますヤンヤンファンなので、はい、ヤンヤンばっか使っていきますね。さっきみたいな向いてないステージは使わないけど、このジャンプの高さがいいよな、ヤンヤンの。まあ、時にあだになりますけどね。さあ、ここはジャンプで乗りつって、あ、ここはレールに乗るやつです。おお、乗れてないよ。で、ああ、乗った、なんか。でも降りちゃったので、もう一回乗ろう。はい。もう横のバナナとか無視ですか。このレールは調子に乗って勢いよく行くとね、えらい目になるので。あ、なんか面白いね、これ。あ、ここジャンプいる？勢い？よし、OK。ジャンプは危険すぎますからね。勢いで。転がりで乗る、オッケー感じ。転がりで乗るよ、転がりで乗る。あ、ちょっと勢いが足り、あ、時間がないよ、時間が。勢いで、オッケー、はい、オッケー。ここは楽勝。あ、もう一個、やばい、時間ね、時間ね。あ、勢いよ、しこ、よし、グッと。あ、時間がなくなる、時間がなくなると焦りにつながる。よし、いいよ、こんな感じね。で、こっからはジャンプでここ乗っちゃえばよくないですか。そうするとここに乗るのがめっちゃ難しい。あー、よし、うまい。え、むずー、ここ変な難しさやね。よし、オッケー、よいしょ。あ、なー、鼻毛、アイアイでいきます。これもアイアイが楽やったら、もうアイアイで、ここのウィロー溶岩、ウィロー溶岩全体的にアイアイ向きとかかもしれない。そうなるとね、結局勢いでグッといかないあかんのは決まってんの、ね、これ嫌な難しさやね。いやー、あっ、あー、むずいここはお猿関係ないな、多分。どのお猿にしても勢いの調整は結局難しい。お猿によって勢いのつけ方がまあ多分違うんだろうって感じですね。よいしょ、あ、意外といけるジャンプでも。ヤンヤンやったらジャンプすると良くないと思うな。昇山、昇山、昇山で時間ないよ。え、あの、ジャンプで勢いできんかな。ジャンプ、オッケー、戦略勝ち。こうジャンプでピョーンと、ほら、これでいいじゃないですか。もうアイアイでいこう。はい、次いきます。ここはなんだ、なんだ、おっと、恐竜の口が下にありますね。このトゲトゲ先からなんなんや、なんか意味があるのか。恐竜の歯でもイメージしてあるのか。なんだこれは、歯、え、どういうこと。穴から落ちて回転しますね。どっかいい穴、どっかいい穴ないですか。私が落ちれる大きさの、え、私が落ちれる大きさのいい穴ないんですけど。歯、はま、はまって、はまって、楽しいみたいな。どうするんですか、ちょっと。ええ、え、え、横から、横から、こう、違うよね、食われちゃった。そんないい大きさなの全然ないんですけど。
あ、これ一番上は結構落ちやすいね。これ落ちれる？これ、あ、落ちれた。穴探しゲー、穴探しみたいな、穴探しゲー。これ、これいける？これは無理か、むずい。床の回転スピードが速くて、あ、落ちれるもんやね、意外と。あ、ゴールですね。なんだこのステージ。はい、次行こう。なんかこれは似たステージがあったぞ。あ、でも今度は降りていく側か。登っていくステージがパイレーツオーシャンになりましたね。こういう感じのやつを登っていくのがパイレーツオーシャンというところにあった。2回同じことを言った。はい、今度は降りていく感じですね。これはピョンって向こう側に飛び移ったりするショートカットが想像できるんですけど、え、どうなっていくの。時間が結構長めやね、このステージ。長めということでしょうか。向こう側に繋がって、なんかここ何これ、ジェットコースター、ジェットコースターみたいになってる。あ、え、おい、ちょ、待って、は、待てや、待て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 、落ち着け。ちょっとこれはむずいぞ、本当に。向こう側のあれは何、ちょ、危ない、落ちる、落ちる、ちょ、落ちるよ。はーい、どういう構造になってるのかが分からん、ステージが。はい、ここまではいいんです。ここまではね、誰でも来れます。ここからよ、問題は。慎重に、慎重、慎重。あ、だいぶ慎重にいけるね、これ。あ、こ、あ、怖え、怖え。さっきまでが、このさっきまではね、くるくる回る螺旋に壁があったけどね、左側にずっと。ここは壁なしですから、慎重に行けば、でも慎重に行けば行けるはずやから。あ、ここ縦にビューっと行って、ビューっと行って、さらに細くなっていく。いやー、あ、あ、いや、モンキーボールっぽい。いや、こんなモンキーボールっぽいコースをできると思ってなかった。あ、でも慎重に行くだけで結構簡単にゴールできますね。50秒残し。いや、慎重に行くだけです。結構思ったより難しくない、ボーナスではない、こんな細い足場のステージは。いや、でも意外と落ち着いていけばいけるパターンやと思った。さっきみたいに、さっきのように落ち着いていけば結構ボーナス。はい、ちょっと待って、1回見せると、こうやって次のところにチャレンジしてくださいって感じで回されますね。まあ、落ちて死なないだけます。でもここからは落ちて、ちょ、だな、飛び移る。あ、はい、はい、はい、何がどうボーナスやねん、難しいな。はい、次行きましょう。さあ、なんだここは。なんかでも普通っぽい、普通の今までにあったステージみたいなノリっぽい。あー、でもなんか足場がくるくる回転。あれ、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 しっかり待って、待って。はい、今行きましょう。ジャンプ、ジャンプでごまかせるから、今作はジャンプでごまかせるから、ごまかしながら行こう。ピョーンと、死んだ。ジャンプで飛び越せる、ほら飛び越せるやん。ヤンヤンならもっと簡単に足場をぴょんぴょん飛び越えて行ってしまえそうな感じがする。危ない、危ない、あ、危ない、ダース、うわうわ、あ、おやっと、イエイイエイ、うわーわー、あーあーあああ、普通に、普通にやろう、普通に、普通に足場がまっすぐなったなって思ったら行くみたいな、普通の、普通の攻略法で、普通の攻略法で行こう。で、ここからは2枚続きになってるから、ちょっと1回、1回スルーするよ。でもあんま時間ないからね、時間がないから。はい、こんな感じで、はい、ダダシャペアピョピョ、あ、なんか一気にいった。はーい、はーい、は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 いよ。こんな感じ、こんな感じ。ジャンプはないと思う、ジャンプはない、ジャンプ、はい、はい、あ、じゃ、足場が細くなってくる。ちょ、ちょ、耐えて、耐えて、なんとか、頑張れ、オッケー、耐えた。スーパープレイですね、今のは。落ちるよ、危ない、難しいね。いや、スティックならもっとこのステージ簡単にいけるのにな。なんとかだあー、ジャンプってすげえ。オッケーオッケーオッケー、ジャンプないと無理。あー、だいぶ来たのに
突然の勢いプレイ、突然の勢いプレイ、勢い、勢いで、なんとかなんならない。意外となるんじゃないこんなに。意外とこれできる。いやいや、なんかいけそうな気がする。無理やね。やめようやめよう。スッとスッ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、いけ、はい、ブレーキブレーキブレーキ、しっかりとしたブレーキ、はーい、よし、オッケー、いいよ、いい感じです。この調子でいきたい。あー、ちょっと待って、なんとか、なんとか、オッケー、耐えた。こっち向いて、ちょっとカメラ操作がしにくいよ、なんか、はーい、オッケー、あー、最後3つ、時間ね。時間が、なあ、これ一気にいった方がいいね、一気にいった方がいいね、時間がなくなるから。あ、え、は、何この一気に行く楽さ。一気に行くとすごい簡単。え、全然違うコースみたい。何今の、全然違うコースやってるみたいなんですけど。はい、次行きましょう。6、なんだ、離れ小島がポン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 いっぱい見えますが、これまたレールか、またレールをこう渡っていくゲーか、ちょっとよくわからないが、ポンポン、この階段嫌い、階段嫌い、怖い、階段怖い。よいしょ、はい、レールだけど、な、何この感じ、どうしたらいいの。あ、でかくて乗れない。でかい系のゴンゴンとかなら右とか左に乗れるみたいな。あ、でかい系ならバナナがゲットできるんですね。はい、どこがゴールなの、どこがゴールなの、ここ意味ないやん。この黄色のところに落ちてくださいと。あ、危ない。よいしょ、はい、で足場ちゃんと乗って、変な場所にバナナあるな。いや、時間ない、時間ない、時間ないな、この移動溶岩。ちょっと、あー、ゆっくりしてる暇ないから急ぎますよ。ポンポンポン、はい、ゆっくりしてる暇はない、さっさとまっすぐ真ん中に乗る。はい、オッケー、はい、で今度は左側に乗った方がいいかな、左側に乗った方がいい。よし、でこの黄色の足場に、黄色の足場に、ほっ、今度は右に乗りたい。おい、いいよ、はい、でここ黄色の足場に降りる。 OK、 あーっと、今落ちると思わなかったね。しっかりと乗る乗る乗る、 OK、 はあ、これでゴールできるでしょ。 OK です、はーい、さあ次行こう。7まで来たね、なんだかんだ。またこんな感じかい。今度はでも回転してますね、今度は回転をしている。こんなコースあったね、スーパーモンキーボール2に、2にあったよ、こういう感じのやつ、巻きぐそコース、あの洗濯機、洗濯機のところで、すいません、時間なくなるから、どうせこんな、また真ん中に、はい、乗った。でこれじっと耐えてたらいいのでしょう、多分耐えて耐えて、できるだけ自力でこう登った方が時間がちょっと危なめなので。さあ、もう自分が今どの辺にいるかわからない、ずっと同じ景色を見ているような気がする。進んでいるのか、本当に本当に進んでいるのか疑問になってくる。ちょっとなんか、何これ、坂が急になったのか、坂が急になったのか、前が見えない、怖い。あ、こ、とりあえずって、あー無理、え、あっ、なんか遠心力で外側に放り出される。なんで突然後ろ向くか、こう見えないから、前が、こうしたらどう、前見させて、落ちて、し、落ちて死ぬ、前見せてくれないと。 OK、 なんでそうなるの、お願いやから。あ、登ってきた登ってきた登ってきた、このまま行くとダメだよね、真ん中乗れ。 OKOK、 あ、ま、あ、あ、 OK、 とりあえずとりあえず乗った。でこのゴールに行きたいんだけど、
遠心力で外側に、ああ入った、あー遠心力との戦い舌が待てない、遠心力との戦い。さあ最後のステージ、またこういう感じの細いのがなんか長いこれ何これ、ジャンプ、ジャンプボタン押さなくても勝手にジャンプするね、これ。そういうステージ。え、大丈夫？は、えぇ、うん、挟まっちゃった。え、もう出れませんみたいな。なんとか登れる。OK。え、こんなんでも時間絶対足りんやん。あー、死んだし。どういうコースかがわからん。はい。ぴょんぴょんって飛んで、ぴょんぴょんって飛んで、あの、恐竜の口に入ります。はい。すると、細長い道をひたすら行かないとゴールに行けません。鬼のようなコースやな、ここは。さあ、行くぞ。とりあえず、ぴょんを全部、跳ね切らないと。ここは全部、あの、自力で、しっかり飛び越えないと、あの、挟まって偉い目に遭うから。で、そんなんついてんの、あ、怖っ怖っ怖っ。壁が全くないのかと思ったらちょっとあるね。時間との戦いかもしれないから、あんまり慎重すぎてもダメ。え、時間あるんかなこれ。しっかりジャンプしないと落ちますよみたいな。ジャンプをしっかりして、え、怖いよ、怖い、怖すぎる、危ない、なあ、え、時間足りる、これで時間足りないとか嫌ですからね。あ、足りそう足りそう、いけるやろこれ。もういけた、いけた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 、これはもういけた、ありがとうございます。もっと難しいかと思ったわ、もっと難しいかと思った。はい、ということでボスですけど、今回はなんだ、2人いる、なんか可愛い感じのやつと、そいつがこのでかいのを操ってる感じかな。何このでかい目が何個あるんみたいなやつ、トランプハートやし、でもハートしかないから違うか、どこ、え、弱点どこか見てなかったんやけど、弱点どこ見てなかったです、ごめんなさい、お願い弱点教えて、は、え、何これ、登っていって、え、なんか、え、このちっちゃい、あいつえ、何を攻撃したらいいのこれ、あ、こいつか、やっぱりこの操ってるこいつ自身をパキュンと攻撃してやれば食らうのかな。あなあ、またやられた、危ないから外側で困ってたらいいかな、いう感じかな。でこいつがなんか石化して崩れてる間にあいつを探し出して攻撃しないと、攻撃しないとまた組まれる、どこどこどこ、もう戻っていってもた、攻撃できた、やった、なんかラッキー、もう一回いける、無理か、さすがに一回やったら無理か。で外があります、大体の攻撃が当たるからね、ないからね、今攻撃できる、あ、いけるやん、これでいいやん、登って攻撃、いつでもいいんかな、もう一回やりたい、いや、なんか分からん、当たってるか当たってない、待って待って、あいつ動き早、ずるい、オッケー、あー落ちたハンドル落ちてしもうた、とりあえず外側で待って、そしたらめっちゃ近づいてきて、何この攻撃、知らん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 のやってくんない、知らんのやってこんといて、ドン、はい登ります、これが、あー、なんでそんな早く崩れんの、どこどこ、あなた、あ、ジャンプしたらいいの、怖い怖い怖い、なんか変な姿になった、何こいつ変な姿、いや、なんや、攻撃が多彩、はい、オッケー、その攻撃はめっちゃ避けやすいから好き、しかもこう攻撃しやすいからありがたいね、何回もは無理なんかな、よくわかんない、これは何なん、何をやってんの、あ、できるんや、この間の攻撃、でも色ついてきたから危ないよ、あ、出た出た出た、尻尾振ります攻撃、尻尾振ります攻撃、ああ避けて避けて、オッケー、うまい避けて、はい、うまい、
もう一回、はい崩れた、はい行くぞ攻撃、よし、あと1回、あと1回、もう1回攻撃してしまいたい。無理か無理か無理か、欲張ったら死ぬからね。なんだこれ、また新しい攻撃パターンで死んじゃうよ。さあ何、ブルドーザーブルドーザーブルドーザー、え仲良し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 、全然怖くないこれは最終形態全然強くない。あいつがどこに、よっしゃい、はい、何この最終形態が一番弱いボス。さあ黄金のうんちが出てきました、はい、黄金のうんちこれで7本目です。さあ7本目稼ぎました、ワールドクリア、はい OK、 素晴らしい、イエーイ。いやここはちょっと難しかったな、なんかウィロー溶岩。さあということで、今回は動画ここで終わりたいと思います。ちょっと長くなってるかもしれないけど、どうやろう、あそれはどうでもいいね、わかりません、はいでは、次回君にも宇宙行きたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。